古事記の宇宙、またこの時間がやってまいりました。本日も第73世竹内のすくね、竹内睦弘先生と一緒にお送りします。先生どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こんにちは、竹内睦弘です。さて、こちらのですね、古事記の宇宙、青林堂さんからですね、11月の3日に、発売になりまして、現在絶賛発売中ということになっております。また、こちらのですね、ジャパニズムですけども、これ循環じゃない、2ヶ月に一度出る本なんですけども、隔月間ですね。隔月間ですね。12月の10日が次号ということになるんですが、現在発売のものにもですね、竹内先生お書きになっておられますし、まあ、次もですね、なんか連載が決まったとかいう話も、はい、決まってしまいました。ということになりますので、こちらもぜひ楽しみにしていただければというふうに思います。さて、今日はですね、古事記の宇宙、せっかくですね、こちら発刊されまして、で、こちらのですね、中身について、いろいろと、竹内先生にですね、はい、苦労話とかですね、そういうところとか、あとは、こちらにもお書きになっているけれども、それのさらにですね、膨らましたバージョンというものを、今日はお送りしていきたいというふうに思います。はい、でですね、これ、いろいろとこう、それこそ古神道がですね、いろいろな、まあ、宗教とか、まあ、様々なですね、ものの元になっているということでありまして、まあ、この本の中にもお書きになって、これはネタバラシをしてしまうんですけども、これは本当に日本中心史観です。日本中心史観で、よくですね、竹内先生が極右ではないかというふうに言われますけども、違います。私は極右ではなく極右です。ウルトラ右翼です。で普通の右翼ではありません。はい、ということで、実はこの中にもお書きになっておられるんですけども、いろいろとこう中にですね、面白いことがお書きになっておられる部分があったりしてですね、それこそ日本の、まあ、いわゆる古神道がですね、もともとのその、宗教としてですね、例えばユダヤ教でありますとか、キリスト教でありますとか、イスラム教、まあ、仏教の方にも入るものですけども、本当に日本が中心となって、それが世界に伝播していって、はい、だからこそ共通性がある。共通性が。なんていう話が書いてありまして、それこそ伊勢神宮のね、話が中に出てたりしますけれども、伊勢神宮のですね、伊豆塚ですか、あの辺りが、まあ、イエス・キリストとの関係なんていうのは以前にも、こちらでお送りしましたけれども、それこそ猿田彦が赤い顔をしているのはなぜかとかですね、なぜだろう、なぜだろうですね、こちらに書いてあります。はい、ぜひ。あとはですね、こちらの、ものが発刊される前に、実はいろんなご質問みたいなものをお受けしておりまして、で先ほどちょっとこちらで話をしたんですけども、フラクタル理論がですね、どうも、この古神道とも関係があるということなんですけど、はい、ちょっとその辺をお伺いできればと思います。こちらの2つのことでいうと、天と国でいうと、雨の御柱と国の御柱という2つの柱があるんです。これについて、の理論と、もう一つは面の部分でいうと、内屋島、外屋島ですよね。うん、はい、やはりユーラシア大陸が本州で、四国がオーストラリア大陸で、九州がアフリカ大陸という考え方、で北アメリカ大陸が、ね、はい、北海道という、はい、そういう考え方で、その平面があり、そして宇宙との関係というのは、これはあの国の御柱、雨の御柱っていう考え方があるんですが、この雨の御柱っていうのが、今で言うとしめ縄と同じようなのがあって、でギュッと凝縮しては膨張、凝縮しては膨張っていうんで、定期的にしめ縄組み替えるじゃないですか。はい、あれと同じで DNA みたいな形ですから、ずれるんですよ、地軸がちょっと。だから伊勢神宮も5箇所ぐらいずれてるでしょ。元伊勢がいっぱいありますから。そうですね、もともとフラクタル理論でも相似系ということで、縦のラインと横のラインでですね、それこそ天と地、それから、地でもですね、まあ、日本とそれ以外のところでこうなんか相似になっていると。相似って広さは変わるけれども形が同じっていうのがあるんですよね。そうなんですよ。で今ちょっとすみません、ずっとこれ見てたのはなぜかというとですね、ここに日本の大陸、日本とですね、そのアメリカとかユーラシアの大陸が相似系、相似系になっているんですね。実はこちらの古事記のうちをお持ちの方はですね、83ページというところですね、地図が出てます、ね。
こちらが出てたりとかですね、あるいは、こちらの中にですね、先ほど今先生がおっしゃっておられましたいわゆるこう DNA のですね、二重らせん構造というものがありますけども、あれとですね、締め縄の関係が、どこかしらにですね、ちょっと今、ちょっと見当たらないんですけども、写真が出てまして、それについて今お話しいただいているということになります。要するに宇宙は凝縮と膨張、凝縮と膨張を繰り返しているっていうふうに、はい、古事記には意識的にも考えてしまってるんです、だからその時代に人間は生きてませんよね。そうですね、はい、だからビッグバンみたいなもんですね。そうですね、でしかも古事記の場合ビッグバン以前を書いてるんです。ああ、そうですね。ビッグバンは雨の源という宇宙そのものの神がいますが、その前を序文に書いてるんですよ。大野康丸は、はい、最初は無から始まったと、無の無から始まって天土今では分かれずって書いてるから、それはもう雨の源の前に、はい、天土今だ分かれずの神がいたってことになりますよね。まあ古事記のね、上巻中巻下巻じゃないですけどもね、序文に書いてる、そうですね、上巻の序文に書いてるんです、はい、美しい微文なんです、だからこれを大野康丸が意図的に微文にして、事実上ノリトにしたと、ノリトと思った方がいいと思います。序文はすごく美しい日本語といいますか、はい、はい、すみません、こちらのですね、古事記の宇宙48ページの締め縄とですね、DNA の螺旋構造が出てます、はい、すみません、ちょっと今探してましたけど、でそれこそですね、仏教もですね、それこそ般若心経の中にね、空即是色、色即是空とありますね。ありますね。色というのが実は色ではなくて、まあ、物質、物であって、それが無から生じて、また無に帰していくという、まあ、ビッグマンに近いようなことがありますけども、それこそ古事記の中でその秘密というか暗号があって、もともと古神道で、言われていた、今先生おっしゃいましたけども、ビッグバン以前のことが書かれていて、でさらにそれが、世界に伝播していくと、はい、でその中でもなんかこの中では月誌ですか、大月誌とか世界史でよく習いますけども、日本のですね、あるこれは氏族なんですか、これは神の月読の御事ですねが、ちょっと日本にいられなくなってしまった。こちらの中ではちょっと人を殺めてしまったなという言葉が書いてあるんですけども、それで、あちらの方の大陸の方に渡られまして、で、月氏で大月氏という形で、国を起こしていったなという話がですね、出ておりまして、これ通常のですね、多分歴史家の方とか、あるいは神道のですね、関係者ではちょっと書けないような。普通は書いてはいけないという立場上。はい。今回は、そうですね、特に神道のですね、神官さん、神主さん、皆さんいらっしゃいますけども、そういう方々ではちょっと書けないような内容ということでね、結構危険な書です。はい、発禁処分になる前にですね、ぜひお買い求めになっていただくと、はい、これ聖林堂さんから出てますけども、同業他社のですね、PHP からのベノナ文書のですね、中西先生の本が、実はこんなに世の中で売れてですね、Amazon でなんかすごい金額ついてるんだけれども、再刊しないというのと同じようにですね、こちらもですね、今のうちにご購入いただいた方がもしかしたらいいような、発禁処分になるかもしれませんね。ちょっと発禁処分は手に入れていただいて、はい、で先生がたまたまイベント等をおやりになる、特に11月3日は、この発刊日でありましたけど、その日にはなんか偉くなんかサイン会を急にしなきゃいけないという、大変でした、これはお作りになっておられる聖林堂さんのですね、専務さんとご一緒に行かれたそうなんですけども、急に無茶ぶりをされて、先生せっかくこちらにいらっしゃるんでしたらサイン会お願いしますって言ってですね、いやこれが一人一冊だったらいいんですけど、一人三冊とだから四冊書いて買ってる人がいるから全部書くんですよ。大人買いをしてしまう。大人買いでなって倒れて、しかもその後懇親会がありまして、で今度は懇親会が、はい、その最初は普通に読みますよね、はい、直来ですから、はい、その後アンケートを用紙に、質問があったらっていうんで質問コーナーってのがあって、はい、直来っていうのがいわゆる飲み会っていう意味なんです、はい、素直になる会っていうんで、はい、正直に何でも喋りますよって会なんですが、はいはい、その後の質問コーナーでもこれはもう古事記を超えて
あっちこっちに飛ぶんです、話が。あ、そうですね、ご質問ですからね。はい、ええ、何でもお答えしますっていうことなんで、大変な懇親会になりまして、まあ、大盛況のもと、最後は日本、やさかおめでとうございます。でした。はい、ちなみに、竹内先生、あのサインいつもこう、ちょっとこれ拡大されるかどうかわからないですけども、あの、お持ちの方はご覧いただけたらと思うんですけど、あの、なんかこう、ぐちゃぐちゃっと書くんではなくてですね、きっちりお書きになるという方ですので、それがですね、何十冊、何百冊ということになって、ずっと書く。大変だったという、講演会より大変でした。なんかいろいろとあのそういう逸話もあるというですね、古事記の宇宙、聖林堂からですね、11月3日に発刊になっておりますので、あのぜひあのお買い求めいただきましてご覧いただければと思います。先生、あの本日はどうもありがとうございました。